ナンバーアンダーラインアイサマーソニック2024コロン2024年8月17日土曜日東京プッシュピンゾゾマリンスタジアム幕張メッセ2024年8月18日日曜日大阪プッシュピン万博記念公演日本の夏熱気とエネルギーが溢れる季節そしてこの夏音楽ファンにとって待ちに待った瞬間が訪れます サマーソニック2024が開催されるのです。8月17日と18日に東京と大阪でそれぞれ行われるこのイベントには多くのアーティストが参加しますが、特に注目されるのはナンバーアンダーラインアイの出演です。サマーソニック、略してサマソニは毎年夏に行われる日本最大級の音楽フェスティバルです。このイベントは2000年に初めて開催されて以来、 国内外の著名なアーティストが多数参加し、音楽ファンの間で高い評価を得ています。東京の ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセ、そして大阪の万博記念公演という広大な会場で開催され、多様な音楽ジャンルが融合する場所となっています。今年のサマソニには多くのアーティストが参加することが期待されていますが、中でも特に注目されるのがナンバーアンダーラインアイです。彼らの参加決定は、 多くのファンにとって喜びと興奮をもたらしました。ソーシャルメディア上では、ファンの喜びの声が溢れ、彼らの出演を待ちわびる声が続々と投稿されています。サマソニーに出るの素晴らしい。泣けてくる、という投稿から始まり、国内のフェスに出るのすごいね、といった賞賛の声、もう名実ともに、アーティストの仲間入りスパーク、という感動の声まで。 多くのファンがナンバーアンダーラインアイの出演を祝福しています。ナンバーアンダーラインアイは日本の音楽シーンで着実に人気を高めているバンドです。彼らの楽曲は多くのリスナーに愛され、ライブパフォーマンスも高い評価を得ています。今回のサマソニ出演は彼らにとって大きなステップとなり、ファンにとっても特別な瞬間となるでしょう。ナンバーアンダーラインアイは その独自のサウンドとエネルギッシュなライブパフォーマンスで知られています。彼らの音楽は、ロック、ポップ、エレクトロニカなど様々なジャンルを融合させたもので、その多様性が多くのリスナーに支持されています。また、彼らの歌詞は深いメッセージ性を持ち、多くの人々の心に響くものとなっています。ナンバーアンダーライン愛のファンは非常に熱心で、彼らの成功を心から応援しています。 SNS 上での反応を見ると、ファンの期待と喜びが伝わってきます。ナンバーアンダーライン愛がフェスに出てくれることが夢としてあったから、本当に叶うなんて。という投稿や、ナンバーアンダーライン愛さんのおかげで、バンド好き高校生息子と共通の会話が増えましたニコニコ顔、といった家族の絆を感じさせる声も見られます。SNS 上では、 ナンバーアンダーラインアイの様ソニック出演を祝う声が多数寄せられています。例えば、ナンバーアンダーラインアイがフェスに出てくれることが夢だったから、本当に叶うなんて最高といった喜びの声や、夏フェス、おめでとう、待ってたよといった興奮の声が多く見られます。これらの声は、ナンバーアンダーラインアイがどれほど多くの人々に愛されているかを物語っています。このようなファンの声は、 ナンバーアンダーラインアイにとっても大きな励みとなっていることでしょう。彼らの音楽が多くの人々に届き、心を動かしていることは、バンドとしての大きな誇りであり、モチベーションとなっています。ナンバーアンダーラインアイがサマソニでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ファンの期待は高まるばかりです。サマソニでぶちかま。楽しみにしてます。といった声が多く寄せられており、 彼らのエネルギッシュなステージに対する期待が伺えます。サマソニのステージはアーティストにとっても一大イベントです。広大な会場で多くの観客を前にしてパフォーマンスを行うことは大きな挑戦であり、同時に大きなチャンスでもあります。ナンバーアンダーライン愛のメンバーもこの特別なステージに向けて万全の準備を進めていることでしょう。彼らの楽曲はエネルギッシュでパワフルですが、 ステージ上でのパフォーマンスにも同様の力強さが求められます。ファンとの一体感を大切にしながら、最高のステージを作り上げるための努力は惜しまないはずです。サマソニーは単なる音楽フェスティバルではありません。それは新たな才能が発掘され、音楽の未来が創造される場所でもあります。今年のサマソニーには、ナンバーアンダーライン愛のような新進気鋭のアーティストが参加することで、 さらに多様な音楽体験が提供されることでしょう。音楽シーンは常に進化し続けています。サマソニのようなフェスティバルは、新しい音楽の波を感じる絶好の機会です。ナンバーアンダーラインアイのようなバンドが新たなファンを獲得し、彼らの音楽が広がっていく様子を目の当たりにすることは、音楽ファンにとっても大きな喜びです。音楽は、人々を結びつけ、感動を共有する力を持っています。 サマソニーのような大規模なフェスティバルでは、その力が一層強く感じられます。ナンバーアンダーライン l i の音楽が多くの人々の心に響き、新たな思い出を作り上げることを期待しましょう。今年のサマーソニックには、多くの有名アーティストが出演する予定です。その中でも特に注目されているのが、ナンバーアンダーライン l I というバンドです。 彼らのサマーソニック出演決定に対するファンの反応は熱狂的で、SNS 上には祝福のメッセージが溢れています。サマソニ出演おめでとうございます。泣けてくるほど嬉しいです。国内フェス出演をずっと願ってました。サマソニでぶちかまし、楽しみにしてます、といったメッセージが多く見受けられ、ファンの期待の高さが伺えます。サマーソニック2024が近づくにつれて、 期待と興奮は高まるばかりです。特に、ナンバーアンダーライン愛の出演が決定したことは、多くのファンにとって特別な出来事です。彼らのステージパフォーマンスがどのようなものになるのか、そしてどのようにして音楽の未来を切り開いていくのか、楽しみにしている人々がたくさんいます。音楽フェスティバルは、ただ音楽を楽しむだけでなく、人々が集まり、共に楽しみ、交流する場でもあります。 サマーソニックはその象徴的な存在であり、毎年多くの人々がこのイベントを通じて新しい友人を作り、忘れられない思い出を作っています。サマーソニック2024は多くの音楽ファンにとって待ち遠しいイベントです。ナンバーアンダーラインアイの出演が決定し、ファンの期待は一層高まっています。今年の夏もサマーソニックで素晴らしい音楽体験を共有できることを楽しみにしています。 最後に、あなたにとって最高の音楽フェスティバルの思い出は何ですかサマーソニック2024でどんな新しい思い出を作りたいですかぜひ、コメントで教えてください。このような大きなイベントを前に、私たちはいくつかの問いを投げかけることができます。ナンバーアンダーライン愛はサマソニでどのような新しい一面を見せてくれるのか彼らの音楽はどのようにしてさらに広がりを見せるのか そして、サマソニの舞台は、彼らのキャリアにどのような影響を与えるのかこれらの問いに対する答えは、サマソニ2024のステージで明らかになるでしょう。音楽の力を信じ、新たな冒険に踏み出すナンバーアンダーライン愛と共に、私たちも、その旅路を楽しむことができるのです。皆さんも、ぜひこの特別なイベントを心待ちにし、一緒に盛り上がりましょう。サマーソニック2024 そして、ナンバーアンダーライン愛の未来に期待して。